皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の滝沢でございます。今回はパナソニックさんのスマートビエラのプロモーションで使った曲というか、フレーズというか、まあ、そんな演奏を解説させていただこうかなと思います。ご覧いただいてわかるとおり、アコギでスラム奏法を使ってやっている演奏なので、アコギじゃないとちょっと厳しいかなと思います。エレキギターでもできなくはないんですけれども、かなり難しいというか、やりにくいと思うので、アコギを用意して練習をしてみてくださいませ。そして何気にすごく難易度が高いので、やってみたいなと思う方はですね、少し気合というか、ガッツというか、この根性を蓄えてチャレンジしていただけると嬉しいなという感じです。そしてまたこういう楽譜をですね、今回も用意しておりますので、できればそのプリントアウトをして、お手元に用意をして、この動画をご覧いただけると、いろいろスムーズに理解ができるかなと思いますので、ちょっとお手数ですが、よろしくお願いいたします。で、初めて今回スラム奏法をやるという方はですね、ちょっとこの動画の解説に入る前に、僕が前に挙げた初めてのスラム奏法というアコギを、アコギじゃないや、初めてのスラム奏法という動画をちょっとチェックしていただきたいんですよ。そちらの方で、この基本的な叩き方とか、ストロークの仕方なんかを解説しておりますので、まずその辺の動画で、基本を身につけた上でこの動画に戻ってきていただけると、かなりスムーズに理解ができるかなと思います。ちょっとこれまた、ね、時間かかってしまうんですけれども、めんどくさいかと思うんですけれども、ぜひそんな感じでよろしくお願いいたします。ということです。では、前置きはそんな感じでフレーズの方に入っていきましょう。とりあえず楽譜で言うと、この上段のパートが僕が弾いているパートで、下段のパートが皆さんに弾いていただきたいパートという感じで割り振りをしているんですが、とりあえずまあその下のパートを弾くことを前提で進めていってみましょうか。まずはこんなフレーズですね。こんなの、やってみましょう。まずですね、この右手の基本のストロークをちょっと練習していいですか練習していいですかってダメって言われても困るんですけれども、とりあえず練習しましょう。全部で8個の手順があります。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じのやつ。まず、1でドスンとともにダウンストロークをします。で、2でアップストローク。僕は人差し指でやってますけれども、まあ、人差し指でも親指でもどちらでもいいです。1、2、で、3でダウンストローク。で、4で親指でアップストローク。ここは必ず守っていただきたいです。1、2、3までは適当でいいんですけれども、4は必ず親指アップストローク。という感じです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。とりあえず、これをずっとこう繰り返してでも、その手順を間違えないように練習していただけると良いかなと思います。で、後半の5からが、叩いて、5。6は書き上げる。アップストロークっぽい感じなんですけれども、どっちかというと叩いた指をこう駆け上げる感じで6をやってください。で、7はダウンストローク。8はアップストローク。こんな感じです。5、6、7、8。5、6、7、8。5、6、7、8。で、7とか8とかのダウンストローク、アップストロークに関しては別にどの指でも大丈夫です。お好きな指でやってみてください。そんな感じでこう全部つなげると、1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、こんな感じの手順になりますので、まずこれをマスターすることを目標としたいです。でも、これがうまくできれば、もうほぼできたようなものですね。実際フレーズの方に入っていきますと、ところどころでその手順を抜くんですよ。例えば最初は。こんなパターンですけれども、さっきの手順の2と8を抜く感じですか。まず1でドンと言ったら、2のアップストロークを抜いて、3、4、5、6、7。で、8がない。8のアップストロークがない感じ。そんな感じでこの、ね、なんていうんですか、手順を抜いていく感じで弾いていけば、もうほぼ最後までいける感じです。ちょっとフレーズやってみましょう。まず、この。
コードを弾いて、タタタタ。で、オクターブで止める。で、その次、1の手順をしながら、オクターブを弾いてスライドします。で、2を抜いて、3、4、5、6、7、8。こんな感じ。で、その次の小節も同じ感じです。でも、一番最後のこの音。このドシャープの音を弾くときだけ手順5が変わりますよね。さっきまでの5はその、叩いたらずっとこのままこうベタッとくっつく感じだったんですけれども、この最後の4フレットドシャープのオクターブを弾くときだけは、この叩きつけるような感じで、叩きつつ弦を鳴らすという感じでしょうか。で、これで5。5をやって、6がなくて、7、8。で、筒を入れると。そんな感じです。ちょっと2小節通してゆっくりやってみます。で、3小節目は全く1小節目と全く一緒で、で、4小節目は2小節目のちょっと音に変化が現れているような感じですかね。このフレーズが、っていう感じで、その左手がずれるだけって感じです。右手の手順とかは全く一緒。こんな感じです。あとはこれをひたすら繰り返して習得をしていただければなという感じです。ちょっとそのままチャキチャキっと B セクションのほうに行ってみましょう。B セクションのほうだと、まあ、こんな感じでまたオクターブでパッセージを弾いているような感じです。最初の手順は2と3を抜く感じかな。2と3と8。1、2、3、4、5、6、7。こんな感じのフレーズになります。この人差し指とかで、ね、うまくこのミュートをしておかないと、結構いろんな開放弦が。なってしまうので、ミュートをしっかり行うように気をつけましょう。で、B セクションの4小節目で、ちょっとコードというか和音が出てきます。こんなやつですね。でも、このところも特にその手順が変わるわけではないので、右手でこうストロークをしながら、ミュートをしっかり行って、運指をすれば大丈夫です。で、その後もまた同じように。フレーズを弾いて、で、その次、コードですね、また。こんなパターン。Am7 から Bm7 に行き、で、Cmj7 はスライドするような感じで、で、B7。こんな感じです。でも、右手は常に一緒という感じでしょうか。まあ、ちょっとこのね、ミュートするのが難しいんですけれども、この辺まではまあ割と普通にできる範囲かなと思います。で、楽譜でいうと3ページ目。一番最後のこのユニゾンでどこすかどこすか叩いている部分ですね。まあ、こんなフレーズの部分。ここが多分今回の曲というか、このフレーズの中で一番難しいところかなと思います。順番にやってみましょう。まず1小節目。B、ドスンという音を出して、S はこの高い音。ドン、パ。で、小文字の G は左手のこのゴーストノートです。ドン、パッツ、パッツッツ。ドン、パッツ、ドッパッツッツ。で、パッツ、ドッパッツッツ、パッツ。
こんな感じの手順です。ゆっくり、まず体にこの手順を染み込ませ、ゆっくり繰り返して、体にまずこの手順を染み込ませたいですね。こんな感じです。左手のこのゴーストノートがダブルで来るのがちょっとしんどいんですけれども、頑張ってテンポを上げてもリズムが崩れないように練習をしましょう。こんな感じです。で、2小節目。ドツパツパツ、ドツパツパツのあと、3連符が入ります。中指とか薬指でこの辺を叩いて、親指でこの辺を叩いて、ゴーストの音を入れる。そして、ゴーストの音を入れたら、パンに行くと。ドツパツパツ、タカタカ。こんな感じです。で、まあ、この S が来たら、感じの手順ですね。I は人差し指のことを指しているんですけれども、僕は、まあ、人差し指でアップストロークをしている感じですかね。こんな感じです。2小節目をもう一回やってみると、こんな感じ。で、3小節目。こんな感じの手順です。ドツ、パツ、パツまでは良いとして、ここから3連符が入るんですよね。中指とか薬指、もしくは人差し指でダウンストロークをして、親指でダウンストローク。ワン、ツー。で、親指でアップストローク。スリー。この3つの手順をひたすら繰り返す感じです。ワン、ツー、スリー、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 ワン、ツー、スリーと。この3連符のパターンをつくつつくつくつと3回やって、パンにたどり着くと。こんな感じです。で、パンといったら、今までの手順と一緒で、5、6、7、8って感じですね。で、最後はダウン、アップ、コード。で、パッといったら、ドンとともにコードを弾く。で、一番最後はコードとともにまたドンを叩くと。こんな感じです。つくちゃんパッと。で、ここの B、弾くよとか出しにくければ、ここは入れなくてもいいかなと思います。こんな感じで。かき鳴らすだけでも OK かなと。余裕がありましたら、こっちも入れてみてください。僕もここがちょっと難しいんで、少し曖昧な感じですね。一応、意図としてはこれをこうやろうと思ってるんですけれども、あんまりうまく鳴らせてない感じなので、まあ、どっちでもいいかなと思った次第です。まあ、鳴った方がかっこいいかなとは思いますけれども。そんな感じです。ちょっと最後のユニゾン部分をもう少しゆっくりやってみましょうか。まず、ドンが来て、こんな感じです。テンポが上がってくるとね、この左手のこのゴーストノートが何気にしんどいんですが、頑張って習得をしてみていただければという感じでしょうか。うん、そんな感じです。で、まあ、この今は下段のパートの方の解説をしましたけれども、まあ、上段のパートに関してもほぼ同じようなものなので、下段ができれば上段も余裕でできるかと思います。
まあ、そんな感じで、僕の動画と合わせて見たりとかするのもいいと思いますし、もしスラム奏法がなかなか得意な友達がいたら、その友達と一緒にですね、この合わせるというのも面白いかなと思いますので、まあ、いろんな形で使っていただければと思います。そんな感じです。結構難しい内容だとは思うんですけれども、その辺はガッツで乗り切ってみてくださいませ。それではまあ解説は以上になります。頑張って練習をして、習得をして、僕と勝負というか対決ができるように、セッションできるように練習をしてみてください。それではまたまた、いつかお会いする日まで。さようなら。